良好な治安なくて高難し、被災地の治安は諸君らが支えているという自覚と責任を持ち、鋭意諸君に励まれることを期待をします。これは岩手県警察官のですね、3日の時の手記をまとめたもので、さまざまなその警察官の葛藤ですとか苦悩ですとか、そういったことが描かれた生の声でございます。これは何が書いてあるのかな。寒いから風邪ないようにですね。被災地は3度目の冬を迎えることになります。新しく完成する、災害公営住宅をですね、この町にしておられる皆さんもおられますので、さらに、我々、住宅の再建加速させていきたいと、このように、思います。津波の基礎になったら、大きな地震が来たら、誰にも構わず、全然バラバラ、高台に逃げなさい。防災、教育、防災訓練がいかに、大切だということ、大切かということをですね、実感いたしました。この取り組みを全国に広げていきたいと思います。